はい、どうも皆さんこんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いしまーす。はい、今回はですね、ジャイアントホグライダーを絶対に飛ばせるおすすめのバネトラップの置き方をご紹介したいなと思います。私ケイスケですね、もう毎日のように対戦しておりまして、いろんなバネの置き方試してきたんですけれども、その中でも本当におすすめのバネトラップの置き方、2つご紹介したいなと思います。まあ知ってる人は知ってると思うんですけれども、やっぱりなんか全然ホグライダーとかジャイアントをバネで飛ばせないよっていう人いると思うので、そういう方向けにご紹介したいなと思います。ですね、はい、今回私が紹介するのがですね、まあ知ってると思いますが、もう防衛施設の間真ん中にバネを置いちゃおうっていう置き方ですね。まあよくマルチとかの配置ですと、まあこんな風に壁を開けて、ここにバネを置く人って結構いると思うんですね。けど、やっぱりマルチとかですと、もうみんな知ってるから、もう、ここバネありそうだなと思ったら、もうジャイアント1体だけ投入して、で、バネトラップ解除して、その後、ジャイアント一気に投入するっていうやり方とかやってくる人いるので、あんまりこういう置き方自分やんないんですね。あとですね、サージカルホグ対策に対戦ですと、こんな風に置く人いると思います。しかしですね、まあ初見攻めの時には、まあ有効なんですけれども、その次攻められた時、ここにバネあるんだなと。じゃあ、もうこっちの方から投入していこうっていう人結構いるので、あんまりサージカルホグ対策も、まあ必要な場所に置くぐらいにしておいて、で、まあ他はまあこんな風に挟み込んだ方がいいんじゃないのかなって僕思うんですよね。サージカルホグ対策っていうのは。なので、まあ、サージカルホグ対策は、もう2回目以降、もう罠の位置バレてしまったら、まあ、ちょっともうそのバネなかったことになりますし、まあ、あと、初見攻めの時も、ここバネありそうだなと。じゃあ、ちょっともうサージカルホグで、もうサージカル的に入れるのやめようっていう人、結構いますので、あんまりサージカルホグ対策をやるよりかは、こんな風に、間の方に置いちゃって、で、他の防衛施設は、はい、他の防衛施設の、は隣に置かないようにしてます。なのでもう絶対にここら辺から投入したら、もう迫撃砲に向かうように、自分は防衛施設を置いております。そしてですね、もう一つがこちらですね。斜めに防衛施設を置いて、その間にバネで、そしてここ施設置いて、もう確実にこう通るしかないっていうように置いてます。そうすることによって、ホグライダーやジャイアント確実に引っかかるので、ちょっと見てみましょうか。今回はですね、マルチの防衛リプと、あと対戦でですね、最近タウンホール9で流行ってる強戦術ツインジャイヒー、ジャイヒーを2方向から入れていくといった攻め方ですね、それから防衛できてるのでちょっとご紹介したいなと思います。ですね、まずはそしたらこれ見てみましょうか。こちらマルチの配置なんですけれども、もういい感じにバネトラップが効いているので、ちょっとご覧くださいませ。まずは相手はなんだこれ、援軍釣り出そうとしてるのかな。あ、こっちもそうですね。はいはい、殺せてるけど、あ、そうだ、思い出した。おそらくこっちに、あ、そうですね、ホグライダー大量に投入して、で見ててください。はい、ホグライダー殺しました。はい、バネとで飛びましたね。いい感じに効きましたね。はい、そしてホグライダーを一気に面で投入していきます。しかしね、バネトラップ効いております。はい、飛んだ、たくさん飛びましたね。バネ1個で15枠で飛びます。ホグライダーだったら3体分、ジャイアントも3体分飛びますね。はい、こちらも今バネ飛びました。こんな風に置いておくと、ほんとね、ホグライダーやジャイアントがうまい具合に誘導されて飛びますので、この置き方おすすめでございます。はい、こんな感じで防衛はできてるのかな。あ、最後タウンホール壊されて、はい、そうですね、星取られましたが、見事防衛することができました。あとはですね、あ、こちらですね、ちょっと見てみましょう。こちらもこれの攻めちょっと見たんですけど、わけわかんなかったんですよね。はい、まずは
7時側から、ジャイアントを投入して、はい、ジャイアントを入れていきます。そしてこれで援軍つってなんか処理みたいなことやるんですよね。はい、バネが効いてうまい具合にジャイアント1体飛びましたね。で、援軍も出てきて、ここ火力高いのでジャイアントとかだったらもうすぐ解けます。そんな風にね、しっかり考えて配置ね組みましたんで、はい、まあそんな感じで、まあ、相手は援軍を処理して、あ、で、そうですね、こちら側から一気にジャイアント投入しました。で、先ほど説明したバネの置き方で見ててください。はい、一気に何体飛んだ、はい、3体飛びましたね。もう最初から3体いなかったのと同じですね。で、そして置き方のコツとしては、防衛配置、自分迫撃砲と、対空砲をセットに置いてたりするんですけれども、それはなぜかと言いますと、黒バルでこう迫撃砲を解除してなんかバネとか踏まないようにこうしてくる人とかいるんですね。そういう人の、ために、そういう人対策に、迫撃砲と対空砲を結構セットで、置いて、まあ、間にバネ挟んだりとかはしますね。挟んだりしますねとか言って、はい、挟んだりします。はい、もうあとこんな感じで、ね、防衛することができました。そうですね。で、しかも迫撃砲と、対空砲結構 HP に差があるんですよね。今迫撃砲700で対空砲が1110ですね。なので、もしこういう場合、あ、こことここにホグライダーを当てていけばなんか同時に壊せるかなと思うでしょうけれども、結構 HP に差があるので、壊れるタイミングに結構差が出ます。その時にどっちかが残ってたら、まあ、ここ迫撃砲を壊したらこっちの方に移動していって、ここのバネに引っかかるといった、狙いもありますので、はい、そしたらですね、私圭介の対戦でね、ツインジャイヒーから防衛できた配置ちょっと見てみましょう。あ、はい、あ、え、全化されてる。え、待って、え、誰に全化されたこれ。大陸様、え、ちょっと待って、いつ今、え、ちょっと待って、5時間49分だから、1時間前に全開されてる？え、ちょっと待って、怖いね、怖い。これ、見んの。どうしよう。待って、どうしよう。はい、一応先に、じゃあどうしよう。待って。そっか、飯食ってる間に全開されたのか、俺。ちょっと待って、ドキドキしてきた。あ、ちょっと待って、これで、なんか、全然バネ引っかかんないで、なんか全開されてたらどうしよう。そしたら、ツインジャイヒーで攻められた。はい。防衛リプ。こちらですね。序盤に、いい感じにバネが効いて、ジャイアントを飛ばせてますので、こちらの方もちょっと見てみましょう。ちょっと待って。さっき、待って、全開リプの方が気になって集中できない。はい。出ましたね。はい、ジャイヒー、出ました。はい、で、こちら側もジャイヒー出ました。はい、で、そうしてこちらのジャイアント注目してください。はい、ジャイアントが一気に飛びました。はい、3体飛びましたね。本当にこの置き方ね、自分おすすめでございます。で、そしてこちら側も、確か飛びますね。はい、あ、迫撃砲が、先に壊れちゃったので、はい、ジャイアント3体飛びました。そうですね、こんな風に置くとね、やっぱりバネがね、いい感じに効いて飛ぶんですよね。で、そしてこちら側、防衛援軍のウィザードが壁越しにいい感じにジャイアント打ってくれて、はい、結構ね、数減らせました。で、こちら側も、巨爆が効いて結構いい感じにね、今ネクロ死にましたね。ちょっと待って、全開されたリプ、ちょっとね、この配置、あれなんですよね。クラクラアワードでも初見で全開されてるんで、もうやめます。弱いな、この配置。ですけれども、今回は一回防衛できてるので、まあ仕事したと言えるでしょう。はい。巨爆も効いて、ウィザード死にましたね。といった感じでね、なんとか防衛することができました。怖いな。なんか空軍とかやられてたらどうしよう。はい、はい、
はい、防衛成功というこね、という感じで、誰か攻めてる、まあいいや、そんなことはどうでもいい。ちょっと見てみようと思います。先日はなんだ、先日は、これ何、これバルキリーの裏ホグ的な感じかな。よし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 、いい感じにね、裏ホグ飛ばせてるのは願いましょう。はい、こっち側壁開けて、はい、ホグライダー投入して壁開けました。で、あ、はい、ゴーレムを投入して、今回ウィザードなしのゴビーバ的な感じですね。で、バルキリー投入して、あ、ヒーラーをつけるんですね。面白い面白い。もう全開されたのはもうしょうがないです。今回はですね、バネがいい感じに効いてるのを、願いましょう。はいはいはい、防衛援軍出てきました。そして裏ホグ、裏ホグどこに投入するんだ、裏ホグ。ちょっと見てる人には申し訳ないんですが、あ、よし出てきた、あ、いいよし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 、そこだったら絶対飛ばせる。飛べホグ、飛べよホグ、飛べよホグ、飛べよ。はい、飛びました。よし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 、どこから投入してくんだこれ。あ、よしよし、12時側、はい、ここ見ててください。飛ぶか。はい、飛んだ。よし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 、はい、で、はい、もう全開されたのはしょうがない。バネが効いてることをひたすら願うのみ。あ、こちら側からさっきはね、穴開けたのはあれですね、ババキン投入して区画を一つ潰すためですね。なるほど、もうそんなテクニックとかもうなんかすごいって言える余裕がないです。あ、よしよしよし、いい感じ。はい、バネで飛べよ。はいはい、あ、1体しか飛んでないのか、ここ。あ、じゃあ、あれだな。まあいいや。はい。で、よし。はい。こんな感じで。ね。こんな感じで、ホグライダーね。バネで飛ばすことができますので、おすすめでございます。そんな感じで、前回は、もう、ね。余裕な感じですね。バルキリーもめっちゃ残ってるし。あ、でももう、あとババキンだけか。はい、はい、そんな感じで、もうあとはお掃除タイムですね。はい、大陸さん前回お見事でございます。はい、という感じでいかがだったでしょうか。ケイスケのバネトラップの解説ね、見事に前回さ、ちょっとお蔵入りにしようかな。いや、はい、まあ載せます。はい、というわけでケイスケのクラクラ実況曲でした。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。